こんばんは、よらしれいです。この動画ではプロキオンステークスの直前予想ということで本命に選んだのがリメイクです。カペラステークスを優勝した後はサウジアラビアで3着、そしてドバイでは5着ともうね活躍してますね。はい、そんな海外でも善戦していまして、このメンバー相手ならまあ頭争いまでまあいけるんじゃないかな、そしてね凱旋初戦から通用するんじゃないかなと判断しまして本命に選びました。はい、それでは今回は私ちょっと肩をねちょっと言わしちゃって湿布張ってるんですけど今気づきました、恥ずかしいですね。はい、馬タンマルチで10番のリメイクから、まずは3番のシャマル、そして16番のオメガレインボー、それから、7番のドン・フランキー。なんかねこのドン・フランキーっていうの多分誰も言ってないんですけど、なんかちょっとワンピース味のある名前ですよね。多分ね由来は違うと思うんですけど、そして、4番のジレトール、それから11番の名将天水、以上の 1,2,3,4,5 頭に流した馬単マルチ合計10点で勝負したいと思います。はい、プロキオンステークスの予想ということで、まあねプロキオンステークスといえば七夕賞っていう感じのとこがありますよね。そう、毎年ね一緒に開催されているので、今年も七夕賞の予想動画にも、はい、出演してますというかチャレンジしていますので、よかったらそちらもご覧いただけたら嬉しいです。では今週も皆様一緒に競馬楽しみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。五十嵐麗でした。